ですね、荷物がドマンとしておりまして、私シンボレジリエンスを発揮しなければいけない状態になります。ということで、飛行機で乗ってる時の洋服のままで失礼いたします。で、今日は3つのトピックをカバーしたいと思います。アメリカで multitude of challenges with our infrastructure and one step that FEMA is taking by implementing programs to support the athlete type of building and design. そしてレジリエントなインフラとコミュニティをいかにして作るかということについてお話をいたします。アメリカのインフラというのは、 On top of that, we also can see from this graphic that it is the third largestインフラというのはセクターとして雇用を第3位生み出しております。米国の雇用の中で 11% を占めています。アメリカ人の 11% はインフラに関わる仕事をしているということであります。そしてまた1ドルインフラに投資をすることでリターンは3ドル程度だというふうに言われています。 GDP においてということです。にもかかわらずアメリカの社会、アメリカ、アメリカ、which means infrastructure in the United States goes between mediocre and poor, according to the American Society of Civil Engineers. So why is this? なぜなのか、いくつか理由があります。We do have an aging infrastructure in the United States. It is that, of course, affects our ability to be more susceptible to hazards and affects our ability to recover and respond. We also have declining public spending.インフラに関しては減少してきています。このグラフで分かるように1967年から2009年で見ますと、基本的には1967年には GDP の 2.5% をインフラに当てていましたが、今は2009年時点で 1.7% へと落ちてしまいました。そしてこれが今では 1.3% にまで降りているということです。公的資金がインフラにあまり向けられなくなっているということがあります。そしてまたこれがしかしアメリカの市民に代償を払わせることになっています。この評価のスコアを B、グッド、良いというところにするために投資をしなければいけません。2016年から2025年までに4兆6000億ドルを投資しなければ評価は上がっていきません。この老朽化、それから公的資金が不足しているというだけではありません。他にも課題がありません。我々もやはりアメリカでは開発の問題があります。人口、そして土地利用のパターンが変わってきているということがあります。2017年には9500万人の人々、国民の 29% となりますが、彼らがいわゆる、沿岸部に住んでいたということです。ハリケーンのインパクトも高く、また海面上昇が起きてきています。そして2000年以降これがまた 15% 伸びているということであります。そして西部におきましては、山林部、震災部の森林部の方へのその開発が進んでいる、山火事へのリスクが高い部分であります。1990年から2010年において住宅の数が3100万から4100万の、増加となりまして、これ 41% の増加であります。また気候も変動をしております。こちらの方、ボストンの方になりますが、マサチューセッツ州になります。2050年には海面が 0.65 メートル上がるだろうと呼ばれています。これがインフラにも影響を及ぼします。価値として4630億ドル程度となっております。全国的にもこういった問題が起こっておりまして、豪雨があったり、また水が枯渇していたり、海面が増加、上昇してきているということもあります。こういったことからの被害は、9440億ドルのインフラへの損害が試算されております。そして、災害のこの被害額というものも大きく伸びてきています。
人口のダイナミクスも変わってきております。気候も変わってきています。コストが高まっている。2017年まで見ていただければ分かると思います。そして何件も大きな1980年代から2017年まで、この10億ドルを超える被害額の災害が非常に増えています。6.2 件だったものが2014年から2018年には同規模の災害が 12.6 件になっています。例えばこれは2017年の災害の状況であります。アメリカでも被害額が最大だったとしてありますけれども、16件の10億ドル以上の被害額の、この災害がありました。トータルでは3060億ドルの被害がありました。2005年の時の記録を超えまして、その当時は2150億というのが記録でありました。そしてカリフォルニアの森林火災、それから3つのハリケーンがありました。ハーヴィーがテキサス州を直撃しました。ハリケーンマリアがフロリダを直撃、失礼、ハリケーンエルマがフロリダを直撃、そしてまたマリアがプエルトリコ、そしてバージン諸島などにも被害を及ぼしました。これがその際の被害の写真であります。数字を見るよりもよくわかると思います。左上ですけれども、これカリフォルニアです。山火事があった後ということです。そして右上、これヒューストンの状況です。テキサスというのは国の中でも4つ目に大きな州となりますけれども、数日の間に豪雨があったということです。そしてこれはプエルトリコの被害の状況です。ハリケーンの後ということです。これはフロリダの写真です。そしてプエルトリコとバージン諸島での被害の状況の写真となっています。ということで、アメリカではこういった災害から学んで前に進んでいます。典型的にやはり法制度を整備をしてコミュニティの準備をしようということであります。2005年にはハリケーンカトリーナ、2012年にはハリケーンサンディ、そして2017年には3つも大きなハリケーンが来ました。これによってこの災害復興改革法ができました。これによってブリックプログラムが始まりました。これは我々もワクワクしております。というのも、DC で私が仕事をできるようになりました。そして20年にわたり、災害緩和に関わってきましたけれども、DC で初めてこういった取り組みに関与することができ嬉しく思っています。何をしているかと言いますと、被害の緩和のプログラムを事前にやるということであります。先住民の方々、アメリカ先住民の方々などや、またコミュニティとパートナーシップを組みながらプログラムをしています。これでできることは、フィーマは2つのプログラムを持っておりまして、レジリエンスや、また損害の緩和を、災害の後にやるというものがありますけれども、この新しいものというのは事前の備えを行うためのプログラムであります。2018年の10月から始まっておりますが、ステークホルダーと協力をしながら始まっております。5000の、コメントもいただいておりますし、また連邦のいろいろな部署ですとかからも関与があります。そしてまたパブリックコメントを得てポリシーを作っていこうとしています。そしてプログラムの設計をしていこうと考えています。これは春にやりまして、2020年の9月から新しいプログラムを始めていこうと考えています。6つの指針をもとにやっております。これを考慮しながらプログラムを作っています。まず1つ目、これはコミュニティの能力開発であります。これは単にインフラをレジリエントするだけでなく、コミュニティのレジリエンスを上げるということも重要であります。ニーズに応えるということ、コミュニティが受け入れるものを作るということ、それから2つ目、これはイノベーション、
これを推し進めるということです。いろいろなコメントで聞かれるんですが、インフラって何ですか、レジリエンスって何ですかというふうに聞かれますので、ですのでアクションガイドを作っております。それで例を示してコミュニティに教育できるようにしております。レジリエントプログラムというのはどういったものがあるのか、どういったソリューションがありえるのかということを示すようにしています。そしてまたパートナーシップも促進したいと考えています。コミュニティは自身ではできません。そしてまた全てのインフラの問題を自分たちだけでは解決できません。ですのでコミュニティと一緒にパートナーシップを組みながらやっています。そしてこれによって大きなプロジェクトも対応できるようになるということです。資金調達ということですけれども、これはアメリカのこういった災害の予算の 6% となっています。 6% はブリックがその予算を取っているということです。それを見ながらこの予算をリリースしています。また柔軟性も大切にしています。災害コストの 6% を我々がもらってますので、毎年いろいろなことに使っています。2012年のプログラムでは6300万ドルを使いました。2017年はブリックプログラムがあればおそらく30億ドルぐらいのコストが必要だったと思います。そしてまた一貫性も必要であります。ステークホルダーが20年間やっていく中で一貫した、その資金、それから一貫したアプローチが必要になるというふうに思っています。そしてアメリカでこのプログラムに1ドル使いますと、リターンは6ドルとなっています。そしてこれが今後は7ドルにまで引き上げられるだろうと考えています。2つのプロジェクトの写真をご紹介したいと思います。今イノベーティブなソリューションということでブリックで取り組んでいるものですけれども、左の方のプロジェクト、これはニュージャージーホボークのものであります。都市部ということになります。ニューヨーク市の郊外になります。町の真ん中にありまして、これは町の下に貯水のシステムを持っています。ということで、シモンが先ほど言っていましたような自然を生かしたようなプロジェクトですが、これを我々としてやっています。4700万ドルのものとなっています。プロジェクトをするときには大体 75% ぐらい我々が見て予算を見ています。で、FEMA と我々がパートナーシップを組んで予算をマッチングしてやっているということです。それからもう一つ、これは西海岸の方でも少し小さなコミュニティですけれども、先住民のパートナーと一緒にやったプロジェクトです。北カリフォルニアにあります、地方の地域になりますけれども、ここでマイクログリッドの送電線も作りました。エネルギーのレジリエンシーということを達成しました。山火事が多い地域であります。ですので、電力会社がこの地域では何日にもわたって停電をしてしまうことがあります。これは山火事を防ぐためであります。そうするとこのコミュニティは全く停電状態に置かれてしまうということになるわけです。ということで大学やまた民間のセクターとパートナーを組みまして、太陽電池ですとかテスラが供給する電池、それからまた発電機などを使って行ったプロジェクトです。病院やホテル、またメディカル医療で その冷蔵庫ですとか、そういったものもつないでいます。そしてコミュニティの中でこの停電が起きた時に先住民の方々だけでなくコミュニティ全体、周りのコミュニティ全体に電力を供給することができました。48日間停電があった時にも、このシステムがあったために、病院の患者さんを受けることができ、それによって命を救うことができました。
そしてレジリエントのコミュニティ作りですが、右の方のグラフ、これはパートナーシップが必要だということを示しております。アメリカのインフラストラクチャーというのは連邦や政府やまた州政府などが所有しているのではなく 47% は民間だということがあるからです。ですのでコミュニティがプロニングのプロセスに関与することも重要であります。政府だけでなくコミュニティ全体が入るということが重要であります。ありがとうございました。